こんにちは。UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。新優子です。さあ、今回のテーマはこちら。ウイスキーとビール。ということで、今回はお家で簡単にできるコーヒーを使ったお酒のメニューを2種類ご紹介していきます。Cさん、お酒好きですか？お酒大好きです。ですよね。私はワインをよく飲みます。私もワイン大好きです、ね、美味しいですよね。美味しいですね、はい、お湯割りとかねも好きですけどね。あ、お湯割り、ちょちょとか、あ、いいですね。渋いとこ行きますねという感じで。ではまず一つ目にご紹介するのはビアブラックボールです。材料がビールと缶コーヒー、非常に簡単なんですよね、はい、さあ早速作っていきましょう。はい、はい、まず最初に缶コーヒーから冷やしておいたグラスに注いでいきます。はい、じゃあ続いてお好みのビールの量を入れていきます。はい、いいですね。綺麗な琥珀色ですね。非常に美しいです。はい、じゃあしんさんどうぞ。はい、ゆっくりそーっとですね入れていただければと思います。完成。完成。めちゃくちゃ簡単ですね。乾杯。乾杯。美味しい。なんか黒ビールみたいな印象ですね。そうですね。なんかソーセージとかと一緒に食べたら相性が良さそう。そうですね。私はコーヒーさんのビール7ぐらいの比率が好みかなと思いました。あ、ビールが7。はい、お酒好きですね。2つ目にご紹介するのはアイリッシュコーヒーです。はい、ご用意したのはこちら。まずこちらにアイリッシュウイスキー、そしてお砂糖で生クリームです。では早速ですねコーヒーを入れていきましょうか。はい、作っていきましょう。はい、コーヒーは深入りのものがおすすめです。はい、今日のレシピはコーヒーの粉 15g に対してお湯は 200cc 使います。はい、ではコーヒーが入りましたのでカップを湯煎して温めておきます。ここしっかりと温めてあげることがポイントです。ではお湯を捨ててあげて、お砂糖は 15g、 好みに合わせてお砂糖の量を調整していただいても大丈夫です。続いてアイリッシュウイスキーです。私は30にします。はい、じゃあ私は王道の 20cc でいきたいと思います。あ、超えちゃいました。30になっちゃいました。はい、はい、一緒でした。続いて抽出したコーヒーですね。だいたい 160cc のコーヒーです。はい、お砂糖を混ぜて溶かしていきます。で最後に上から生クリームをですね、この層に分けるのが非常にポイントとなります。はい、ではこちらで完成です。完成です。いいですか？あ、いいですね。すごい可愛いですね。可愛い、くっきりと白と黒のコントラストが、うんうん、はっきり分かれてますね、はい、乾杯。美味しい。こう甘くてコーヒーと生クリームも入っているので、うん、スイーツ感覚で楽しめるなと思いました、うん、結構深入りのコーヒーにしたことによってこのコーヒーと生クリームの相性がめちゃめちゃいいです。ほっとしますね。
はい、ということで今回はコーヒーを使ったお酒のメニュー2種類ご紹介しました。ぜひ試してみてくださいね。今回もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント待ってます。待ってます。それでは次回もお楽しみに。